こんばんは。福ピグさん、ありがとう。いや、元気なんだけどさ、ちょっと眠いのよね。福ピグさん、あ、雪、ありがとう。眠さが来てて、そう。というのも、今日から、あれが始まって、目撃者公演のリハが今日から始まりまして、ちょっと寝れてない、あんまり。もう詰め込んでますよ。いろいろとやんないといけないことが溜まってて、ちょっと詰め込んでるからさ、大変大変って感じで、もう今日もあんま寝てないので、ちょっと一旦仮眠してからまた覚えます。でもそう、もう一日に2曲以上さ、覚えないといけなかったりしないと、ちょっとそう、もうね、今年中に、年末までに全体曲を全部終わらすらしいので、覚えないといけないな。ピーチ。それだけじゃなく、やっぱ、年明けのイベントのリハもあるし、まあ、クリスマス公演もそうなんだけど、ハウステンボスもあるしね、リハもいろいろ、1日に3つのリハがあったりする日も あるんですよ。だからちょっとね、ピンチです。ピンチですね。寝る前に愛知見たらいい夢見れそうです。いいね、いっぱい寝て。愛知生誕グッズ予約したおーって。ありがとう、最高。皆さん、そう、6時からなので、6時から開始されてるので、予約、ぜひチェックしていただけたらお願いします。ケンジさん、ホワイトありがとう。カッパくんさん、ありがとうございます。カメさん、ありがとう。ねえ、双眼鏡さん、ありがとう。あ、そうなの？お昼にできた？嘘。こんばんは。えのきいいね。こんばんは。歌ってさん、ありがとう。あ、今日サスケなんだ。うわ、見てない。ちょっと見る元気ない。ってさ、なんかパワー吸われない？ 画面に。わかります？パワー持ってかれるよね、なんか。だってさ、見るだけで体力使うよね。うわーってこうやってさ、力入るじゃん。頑張れってなってさ、応援してさ、疲れるじゃん。ちょっとだから元気ある時じゃないと見れないわ。そう、今元気なんだけど、体が元気じゃない。ゆたちさん、ありがとう。ね、わかるっしょ？なんかね、そう、疲れるのよ。え、見たことあります？サスケ。いや、あれ体力使うよ、見てる方も意外と。だって、なんか見てるだけで疲れ、なんか自分もしたかのような気持ちになるじゃん。私だけなのかもしれないけど、眠いんだよね。そう、なんかもう寝て起きてみたいなのを繰り返してて、夜中ね、ちょっと寝て、1時間だけちょっと寝てみたいな、起きてみたいな。逃走中も疲れますね。終わった後なんかもう走り切った感じあるもん。それがいいのよね。だからサスケもそれがいいところではあるんですけど、ちょっともうちょっと元気な時に見るものだね。きのさん、ありがとうございます。ちっぽけなー。 あ、生誕グッズ予約したよ。ありがとうございます。皆さん、生誕グッズスタダ
タートダッシュ決めてますね。元気ないね、体が。体と脳が元気ないね。だって寝てないんだもん。私の大好きな睡眠が取れていないからね、十分に。今日もそんなにがっつりは寝れなそうだし、これから2曲覚えなきゃいけなくて、明日も朝からリハやって、もうその後あきさんの生誕祭やって、夜まで事務所です。朝から夜まで事務所で、次の日はクリスマス公演。いやークリスマス公演って、土日で覚えなきゃいけないこともたくさんあって、でですね、あさっては24日のクリスマスのイブ、クリスマスイブの夜はまあお昼公演した後はお昼公演があるんですけど、夜はショールームします。クリスマス配信しますね。それまでだからちょっと夜はねちょっとクリスマス配信ということ、クリスマス配信まあやるけど、その前にちょっとビスのお礼配信してからクリスマス配信みたいな感じにする予定なんで、まあちょっと長めの配信になるかもね。顔に疲れがあまり出ないタイプだね。本当よかった。疲れ出ちゃうタイプだとちょっと結構心配されるじゃん、どうしたみたいな。よかった。配信短めでいいから休んでください。ありがとね、ゆっくりしてね。ありがとね。ねえ、雪がちょっとね、どうなんだろうね。クリスマス、あ、でイブ、イブのイブの日はまあ19時、夜の7時とかからがな、まあ公演しちゃってるんであれなんだけどさ、7時とかからだと思います。まあファンの皆さん来れたら嬉しくて、来れればいいんだけどね。とりあえず葵ちゃんさんありがとうございます。とりあえずまあね、私がね夜配信をねすることによってね、スタッフさんもねスタッフさんも私の配信付き合わないといけないこと、付き合わないといけなくなるというね、ここになってます。本当に申し訳ないよ、本当にね。ヨッピーさんすいませんという、ヨッピーさんともう一人スタッフさんがいるんだけど、申し訳ないよ本当に道連れです、道連れ。ケンジさんありがとう。ケーキいりますか24日。いやもうみんな食べたいもの用意してみてください。で24は19時とかからかな、まあほんとお仕事しちゃってる方もいらっしゃるから、みんながねみんな見れるわけじゃないかもしれないんですけど、すいません。でももうやっぱ年末なんで、もう今年中にはそのお礼配信したいと思ってるから、できる日がちょっと24言うしかないかなと思って、ちょっとすいません。お礼配信からの、まあ、クリスマス
配信という感じでよろしくお願いいたします。あー昼夜そうね、カウントダウンライブも昼夜出させていただくんで嬉しいんだけど、まだリハしてないから どんぐらい踊るのか分かんないけど、覚えなきゃいけないんで多分嬉しいんだけどね。もうだから31日になってしまえばもう嬉しくて楽しみしかないけど、リハがさもうリハがリハが、松さんありがとう、道連れ配信です。さすがにでも私でもクリスマスもまあよ、まあクリスマス配信しなかったとしても別にショールーム家帰ってきて夜するわけよ絶対にさ。うんそうなのよ、特にすることなんもないのよクリスマスだからといって、家帰っても一人だしどっか出かけるとこもないですし、結局ねそう、それだったらもうみんなと過ごしたいなっていうことでファンの皆さんとそう企画を提案してみたんだ。私企画というかまあ事務所で配信することに決めました。カメさん、葵ちゃんさん、ありがとう。選抜の効果？選抜の効果ないですよ、別に。みんな忙しいんだよ。だから私さ、今この配信でさ、言ってるけどさ、私があの B さん選抜に選んでいただいたから、今忙しいわけじゃないんですよ。もう本当にそういうの関係なく今みんな全メンバー忙しいですよ。スケジュール多分一緒だよみんな、本当に毎日公演さ、公演かリハが絶対あって、みんな覚えることいっぱいあってみんな忙しいのよ、全員全員メンバー全員、暇なメンバーいないです。20センチ。え？マジ？やるね。見たいね。早急に。銀一のケンさん、ありがとうございます。そう、みんな忙しいです。だってもう年末ですから、公演、今 H のね、もう、そう H の公演リハが始まっちゃってるから今日から、みんなあの新チーム H のメンバーも多分結構忙しい、忙しいというか追われてるかな。 K4 さんの方は、来年からやるみたいなのでまだちょっとあれかもしれない、まだ余裕はあるかもしれないけど、ちょっと H のメンバーはね、うん、暇だったらダメなんですけど、でも暇な時期あったわけですから、コロナのコロナ禍で、そうだから暇ってこともさ起きるんですよ、暇な時期が来るっていうのも来た、暇な時期があったっていうのも事実だから、そうだからなんか忙しいのが当たり前ではない、まあありがたいことってことですね、結局は本当にありがたいことなんですけど、じゃあ仕事できるのは嬉しいしありがたいんだけど、でもその仕事をするための準備ってものがあるじゃないですか。何でも私たちはダンスを覚えなきゃいけない、他の職業の方はなんかなんだろう、企画を練らない、企画を考えてとかなんかパソコンでこうなんかやってみたいな、書類作ってみたいな、そういうのがあるじゃない、そこが大変だよねっていう。71日ありがとうございます。
71日ありがとう。だからなんかまあでバス電車とかの運転手さんもさ、もう最初に点検をしてからさ発車できるじゃないですか。それと同じで私たちも覚えるのが一番大切だし、大切っていうか結構覚えなきゃ何も始まらないわけなので、覚えて踊るっていうか、その当日は楽しいんだけどね、イベント当日とかはさ、そこまでがやっぱ大変。どの職業もその大変な部分があるよね、どうしてもっていう。そこでね、やっぱそう、脳内メモリー増量したい、本当に買いたい。たかちゃん、かまわしさんありがとうございます。ゆたちさんありがとう。こんばんは。ちょっと明日の雪っていうか、雪帰り降ってたんですけど、今日帰ってくる時にもういいよ、雪いいよ本当に。私テンション上がるときとテンション上がらないときの差は何だろう。雪が積もっ、朝起きてみたら雪が積もってて真っ白になってたら、へーってなるんだけど、帰りに、仕事帰りとかにすごいなんか吹雪みたいな、ちょっと風強くて寒くて、なんかなんてみぞれっぽいちょっと雪みたいなのが降ってるときは結構しんどい。葵ちゃんさんありがとうございます。ショールームは残業みたいなもんか。あ、そう思われるのめっちゃ嫌だな。うん、みたいなもんかっていうコメントに関しては違いますとだけ伝えます。残業みたいな感覚で私やってないから、ショールームなんなら休憩なんなら休憩時間なのよ私にとったら。もう喋れる人がさ、家族もいないからさ、バーッと喋りたい時はさ配信したいのよ。そう、家族と話す時間みたいなものだね、このショールームは。誰かしら見てくれてるわけだから、私のファンの方が、ありがたいこと。今降ってるっぽいんだよね。でもどうなんだろう、積もるかね。休憩的ななんか一息つける場所みたいな感じかな、私にとったら。いいね、休みで。ソミは家族って言ってもらえて嬉しいです。だって家族より話してるもん、話してるというかコミュニケーション取ってるし、私の顔もファンの方の方が見てるんだよ、私のお母さんとかお父さんよりも。今までの長さはあれだけど、福岡来てからのこの今4年間とかはもうファンの方の方が見てるに違いないのよ。うん、だから私のことを大切にしてほしい終着地点そこ。私もファンの方のこと大切にし、もちろんしてます。もう本当にファンの方のことを第一に考えてるよいつも。だからこそ私のことも家族同然大切にしてほしい、今後ともね。そうなのよ、私の顔
家族全然見てないと思うから、そう、いや、ご両親も配信見てるかも。見てないと思います。なんでかというとね、お母さんはね、家でもね、なんか結構あんまりゆっくりできてないと思う。寝静まった後にゆっくりできてるぐらい、子供たちが今結構家事とかさ、バタバタ今もやってるじゃん。お皿洗いして、洗濯やって、お風呂なんちゃら、なんか洗濯もね、いっぱいずっと動いてんだよね、お母さん。だから多分見てないと思います。お父さんもお仕事とかで見てないと思います。そう、でも唯一お父さんはね、お母さんあれだけど、お父さんはね、なんか私の一目ラジオとか、まあラジオもね、聞いてくれてるらしくて嬉しいらしい、面白いらしい。カメさん、ありがとう、ありがとう。まあそういうとこで私のことを気にかけてくれてるみたいなんだけど、その分でもファンの方は、だから親よりも愛理のことを見てくれてるわけだから、まあ信頼してますみんなのこと信頼してます。谷川豊さん、やったはちさん、ありがとう。そうなのよ、家族より大切だ、すごいHKTI が深い、ありがたいことですね。そういうことなのだ、みんな。9時になったら終わるかな、今日は。逆になんかショールームしてな、毎日さ、こうちょっとでもしないとなんかストレス溜まっていきそう逆に。だからさ、あんまり私風邪とかひかなかったりさ、ストレスとかさ爆発してないおかげ、ショールームの可能性あるよ、もしかしたら、わかんないけど、なんか うまくこのまあ3年ちょっととか、3年ちょっととかだけど、今続いてるけど、なんかね、うまく普通に過ごせてるわけなので、人間は誰しもね、なんかちょっとバーンってなっちゃったりする時あるじゃないですか。たかちゃん、かもの橋さん、ありがとうございます。私の健康法は、ショールーム配信をすることですこれアワードでいいかな。谷川豊さん、ありがとうございます。私もそうだけど、まあファンの方もなんだかんだ私のおかげの可能性ありますお互いウィンウィンな関係みたいな。みんなももしかしたら知らぬ間に愛知から愛知の配信を見て健康を維持できてる可能性もあります。わかりません、それは何も根拠は、何事も根拠なしですが、わからないじゃない。葵ちゃんさん、ありがとう、ありがとう。失礼なこと言ってごめんね、軽率だったです。分かってくれたらいいんだ。そういうものじゃないんだ私にとってショールームとは。もうね、そういうもんじゃない。好きじゃないとできないこともあるし、あるよね、あるじゃないですかそういうことだよ。
ストレス発散っていうかね、もう喋ることが私結構好きだから、好きなことをしてるってことだよね。だから趣味みたいな、うん。でも眠い時は眠いけど、普通に寝たいわってなる時もあるけど、うん、寿命が伸びてるかもしれません。いやそうなのよ、わかんないよそればっかり本当にね寿命が伸びてるかもしれないし縮んでるかもしれないわかんないけど、でもとにかくみんな健康で入れてるのは何かし何らかのいい影響があるかもしれないね。部屋の隅でお店だ、すみっこ、なんですみっこ、あおいちゃんさんありがとうございます。配信見れない翌日は仕事のやる気でない、うんうんうん、楽屋だと私でもそんなに、うん、だって今もこれ一人で喋ってるからね、みんなのコメント読んではいるけども誰かと会話してるわけではないんで、一人で喋ってんのよ。だから楽屋で一人で喋るのって怖いじゃんそれはおかしいじゃないですか。誰かとだからメンバーと話したりもするけど、でも私話してるとメイク遅いのよ。時間あるときは全然喋ってますよ。とりあえず最初はメイクにずっと集中してます。遅いんだよ私、なんか、うん、なんかねメイクとかその準備するのが遅くてノロノロしちゃってるんだよね。準備するのテキパキできないの、多分喋ってると。そう、話に集中しちゃってメイクが遅くなっちゃうから、それはちょっとダメじゃないですか。だからとりあえずなんかいつもメイクに集中して、それで時間余ったら結構ペチャクチャ喋ってます。セイトンティー買ってよ、ありがとう、ありがとうね。生写真もバレンティーノのねやつを選んだので、さすがにバレンタインのバレンティーノ選ぶあたりね、だから自分がね着たことある衣装しかダメなんですよ。だからなんかディクアワの時かな着させていただいて、うん、あったのでちょっとまあラッキー感謝消えた。もう自分が着てない衣装だったらもしね、もう選べてなかったのでよかったです。そうだね、生写の時は結構短かったかも。確かに独り言の声が大きいと思います。いやありもありも、独り言は大きくなるよね。独り言が聞かれてる時点でな、わりかしの音声量出ちゃってるわけだもんね。そう短いもんね、その時ね。あー確かに今もう結べるもん、ちょっと伸びたんだよやっぱ。うん、短くしたくなっちゃう。あ、21時過ぎたか。じゃあもう終わりますね、そろそろ。相づち会話してるような感じでね、まあ思ってくれたら嬉しいですよ。ありがとうございます。ちょっと寝ます。この後私はちょっと仮眠して覚えれます。覚えなきゃいけないことを覚えます。頑張ります。
んなありがとう。いやもう本当にもう一日一日命がけで生きていく私は2022年ラストスパート本当に一日ねもう明日生きれるかどうかもわからない今は生きるんですけど今日まず生きて帰ってこれたこと素晴らしい。で明日もだから生きて帰ってこなきゃいけない。もう一日一日もうやばいよ本当に。もう命がけで生きてくよ、うん、2022は。はい、もう31日だけが今楽しみ今年は。うん、それまではもう何かしらやることに追われてるんでどうかもう31日になってくれ。もうなってほしい。 BB さんありがとうございます。いやそうなの、もうじゃあ大げさに感じるじゃん。大げさじゃないのよ本当に。明日の命がかかってんの。あのこれから私振り入れしないと明日のリハで怒られるから、怒られるっていうか参加できなくなってしまうので絶対に覚えなきゃいけないんですけど、そしてまた次の日はクリスマス公演あって、うん、公演お昼から朝早いでしょ。でその後まあで、その次の日もやって、その次の日はまあサンリオと六本木アイドルのリハがあって、うん、目撃者なので、ね、制服の面公演もあって、ショールームアワードで東京に行って、その次の日もリハやって、うん、ハウスエムスのリハもねあって、うんうん、やばいです、やばいです。もう楽しみなんだけど、めっちゃ本当に楽しみなんだけど、どうにか私覚えることを頑張ってくれという感じで、自分を信じて、ラストスパート年末乗り切ります。とりあえずまあちょっと一日一日ね、一日一日過ごしていきます、頑張って。はい、ありがとうございました。2点盛り購入ありがとう。せな、生写真もぜひゲットしてください。皆さんよろしくね。そうだよ毎日戦だ。ヤクさんありがとうございます。谷川とかさんありがとうございます。まあ私も言ってますけどみんなも頑張ってよね、仕事アイドルにさいろいろさ言う前に自分のお仕事頑張ってくださいよ。皆さんもダラダラしてないで年末ラストみんな頑張らなきゃよ。いや頑張ってる方もいるんだけど、全然頑張ってない人に限ってすごいアイドルにさあのうるさいこと言う人多いから私のファンの方はいなくて感謝なんですけど、本当に感謝なんですけど、そういう人いるじゃないですか。そう自分のことを一番あのね頑張ってくれっていう感じで、鬼さんありがとうございます。そう
皆さん体調に気をつけてね。私もとりあえず体調にだけは気をつけて。急に正座しちゃった。じゃあなんかさ、こうやって忙しいとかさ、忙しいアピールはねちょっと良くないよね。忙しいわけじゃない、忙しい、お仕事が忙しいわけじゃないのよね。別に全然もっとお仕事したいんだよ。何が原因かっていうのは覚えなきゃいけないことだね。私の今根本的な余裕がない感じ、この追われてるっていう状況になんか感じてるのは覚えなきゃいけないこと、もうこれに語りますじゃない、限ります。そうなのよ、もう覚えることなんだよ本当。私が得意だったらいいんだけどさ、そんな得意じゃないからさ。でもランキング読みます。13位りょうたさん、12位谷川彩拓さん、11位ヘルシアさん、10位ティンさん、9位天神町さん、8位ターくんさん、7位クロちゃんさん、6位ひろゆきさん、5位たかちゃんかものはしさん、4位やくさん、3位かめさん、2位ほくぴぐさん、1位あおいちゃんさんです。そうそうそう、覚えるのがあれなんだよねっていう、覚えることだから、もっともっと忙しい人はいっぱいいるっていうことを頭に入れてちょっと甘えずに頑張ります。うん、甘えるなっていう話だ。本当に本当にそうだよ。ちょっとマジでもう頑張ろう。言うくせに何も動かん俺の上司に言ってやって、ね、そういう人いるよね。ていうかね、なんかそういうね、人に厳しいこと言ってる人ってね、自分が何もできてないんだよ。そうなの、怖いよね。だからそういう上司とかにもしいるんだとしたら、もう聞き流しましょう。それは聞き流して いくべきですよ。すごいなんか厳しいこと言う人に限って何もね、なんか本当にひどい生活を送ってる人がほとんどですよきっと。そう、プライベートなんかあんまりみたいな人とかも多いと思うんで、そういう人のことは気にせずいきましょう。うん、頑張ってる人とかと共にこう頑張っていく、それが大事です。以上です。では皆さんおやすみなさい。みんなも早めに、はい、寝てくださいね。触覚ね、これ。おやすみなさい皆さん。しっかり寝て、ご飯食べて、まああったかくして寝てください。ありがとね。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。あとおやすみ。